ツビンゲンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラーセ軍に属す市である。この都市は、1274年に、都市圏を与えられた、ベルクシュトラーセのヘッセン側では最も古い都市である。ツビンゲンベルクは、オーデンバルト西周辺部、ベルクシュトラーセで最も高い海抜517.4メートルのメディボクス山の麓に位置する。 地域の高度は、ローダウクの海抜90メートルから、メディボックス3斜面の約300メートルまで様々である。ツビンゲンベルク市の最も高い地点は単一の点では、なく、ベルクシュトラーセ沿いに、南のベンスハイム市アウエルバッハクにまで連なる、メディボックス3の斜面である。基準点は、ツビンゲンベルク駅付近の海抜100メートル標識点である。ツビンゲンベルクの西部は、 ヘッシェリーと、すなわちオーバーライン地交代と境を接する。ツビンゲンベルク市は、東部のツビンゲンベルク区と西部のローダウ区からなる。ツビンゲンベルク西部のローダウ区方面、あるいはローダウ区自身は、主に砂地の土壌で、牧草地となっている。唯一の小さな森が、ニーダーバルト勢付近に見られる。ツビンゲンベルク区では、果樹が栽培されている。 オルビス平への染み役やるキベルク方面では、ブドウが栽培されている。この他に、アーモンドの木もこの地区で生育する。また、現在では、花崗岩採掘でも知られている。メリボックス山が風を遮ることで、特に斜面沿いの地区では、例えば、平野部と比べて、降水量が少ない。ツビンゲンベルクは、北のダルムシュタットディー群、アルスバッハイコールヘインラインと南の、 ベルクシュトラーセグン・ベンスハイムの間に位置する。西は、ローダウックが、ベンスハイム市のフェールハイム区及び、ラントバーレン区と境を接する。東は、ツビンゲンベルク区が、メリボックス山の山頂越しにベンスハイムの、アウエルバッフハ区と境を接する。いつ、誰によってこの都市が建設されたかという問いに対し、確かな情報はない。しかし、あらゆる状況から判断して、非常に、 古いことは間違いない。ローカムゲッティウィンクに関する最も古い記録は1015年の皇帝ハインリヒ2世がロルシュ修道院にこの地の資料権を与えたという記録である。この古い地名はこの市の西側が商託地になっていたためにベルクシトラーセを旅する者はこの市の門を通ることを余儀なくさせられたことを示唆している。 ヒルデガルト・フォン・ヘンレー・ベルクの結婚に際して、ベルク・シトラーセの一部が1135年頃に、ハイン・リヒ2世、フォン・カッツェン・エルン・ボーゲンに与えられ、彼は1138年に、コンラート三世によって白に昇格された。ツビンゲン・ベルクは、単に、カッツェン・エルン・ボーゲン博領に属したばかりでなく、その主有となったのである。この家は、ライン川沿いのザンクト・ゴールを中心とする、 ウンタークカと南ヘッセンを両したオーバークカに分裂した。ベルクシュトラーセゾいの所領と関税収入を守るために13世紀前半にディーター4世博はツビンゲンベルクにウンターブルク、アウエルバッハにホッホブルクを築いた。1258年にディーター5世博はツビンゲンベルクの教会を設けた。1260年には ディーター5世とその弟のエーバーハルト1世との間で領土分割が行われ、ディーター5世がツビンゲンベルクを、エーバーハルト1世がアウエルバッハを領した。1274年、ディーター5世1世下のツビンゲンベルクは、皇帝ルドルフ1世から、市場開催権と都市権を与えられ、これにより、ベルクシュトラーセで最も古い都市となった。1301年に、ツンゲンベルクは破壊され、 焼き尽くされた。ディーター5世の息子ビルヘルム一世博は4人のライン、先帝公と同盟し、ライン側の通行税の増額を支援した。これは、自由な小取引を著しく妨げる行為であり、皇帝アルブレヒト1世の戦線復刻につながった。こうしてウンターブルクは破壊されたのである。しかし1330年に、皇帝ルートビヒ4世は、ビルヘルム1世に対して、 ツヴィンゲンベルクの都市圏を確認している。1401年、ツインジェンバーグという表記が現れる。1403年に、カッツェンエルン・ボーゲンハクヨハン4世は、ツヴィンゲンベルクの城と都市、それに私有地のエショレブリュッケン村、プフング下と、ニーダーラム市のすべての権利とそれに付随するものすべてを、6000グルテンの担保として、ヘンネバ・アイスクライス・フォン・リンデンフェルスに七位れした。 1454年に、カッツェン・エルン・ボーゲン・ハク・フィリップ一世は、ハンス四世・フォン、バルブルンが妻・ルーシー・フォン・ライフェンベルクへ送る、結婚資産として、ツビンゲンベルクに、館と身分にふさわしい庭園を設けることに同意した。ハンスは、ハクからこれを、霊園として授かった。1810年のツビンゲンベルク・ツビンゲンベルクは1479年まで、 カッツェン・エルン・ボーゲン・白領に止まったが、その後、ヘッセン・ホーハクに、1567年からは、ヘッセン・ダルムシタット・ホーハクとなった。1806年からは、ホーハクは、ヘッセン大公に昇格した。その間、この町は30年戦争とそれに続く、ペスト化によって荒廃し、何世紀もの間ほとんど無人となった。最終的には1693年に、 フランス軍が行った放火によって大部分の家屋が消失したのが決定的な打撃となった。この都市が再考されたのはフランス革命以後であった。1832年ツビンゲンベルクはベンスハイム軍に組み込まれ、1938年からベルクシュトラーセ軍の所属となった。国家社会主義の時代にはユダヤ人や反対性の人物が追放されたり逮捕。 されたりした。シナゴーグは排斥活動に巻き込まれたが、破壊は免れた。この建物は現在、住居として利用されている。シナゴーグの復興支援活動を行っている市民グループもある。1941年にはユースホステルが捕虜収容所となった。ローダウは1971年12月31日に合併され、ツビンゲンベルク市の市区となった。 1971年12月31日以降は、ローダーを含む、ツビンゲンベルク市役所、ツビンゲンベルク市の市議会は31議席からなる。2001年から2007年まで、ジーター・クラークが市長を務めた。2007年3月25日の選挙ではクラークは、選出されず、FDP とセディが推薦したホルガー・ハービヒがこの職に、就いた。 ツビンゲンベルクの紋章は上部にカッツェンイエルンボーゲン博の獅子、下部に3枚のホワイトウォーターリリーの葉が描かれている。カッツェンイエルンボーゲン博の獅子はダルムシュタット、プフングシュタット、アウエルバッハの紋章にも描かれている。かつては農業、ブドウ栽培、飲食店が主な産業であったが、最近では一連の中小のテクノロジー企業を含む多くの企業がある。 ツビンゲンベルク駅、ツビンゲンベルクは、フランクフルトアムマインバーゼルを結ぶアウトバーン A5 号線のインターチェンジナンバー29を利用してアクセスできる。また、A67 の場合、ナンバー8のゲルンスハイムインターチェンジを利用する。フランクフルト空港へは 45km、ライン側のゲルンスハイム港へは 12km の距離にある。オーデンバルトと平行に、 連邦道 B3 号線が走っている。この道はツビンゲンベルクでシンベルクシュトラーセと旧ベルクシュトラーセに分かれダルムシュタットエーバーシュタット付近で再び合流する。もともとは B3 号線のバイパス道路として計画されたベルリナーリングと呼ばれる道路もある。この道路は B3 号線と並行にベンスハイムから来てツビンゲンベルクで B3 号線に接続する。 元々の計画では、もっと北側に橋を作り、従来の踏切の交通量を減らすことになっていたのだが、この道路の下になる地域の住民や近隣自治体の抵抗により撤回された。ドイツの鉄道で最も通行量の多いマインネッカー、鉄道フランクフルト・ダルムシュタット・ハイデルベルク、マンハイム線がツビンゲンベルクを経由している。ツビンゲンベルクの駅は小さな駅であり1時間ごとに、 レギオナルバーンが発着する。ダルムシュタットのヒーグモビーロが運営する近代的な連結式バス669系統が、ユーゲンハイムやヘッペンハイムとこの町を結んでいる。ツビンゲンベルクには芝のグランド、アンツーカートラックや、当的施設を備えた完全な陸上競技場を持つスポーツゲレンデがある。この他に多くのテニスコートや二つの体育館もある。ローダウには、 芝のグランドガール。2015年までに新しいスポーツパークを建設する計画があり、あらゆるスポーツ分野が利用できるようになる。ツビンゲンベルク旧市街。マルクト広場周辺の街並み。ツビンゲンベルクはオーデンバルト辺縁部、ベリボックス産の比較的急勾配の高台に一致している。市の中核部を取り囲む市壁は大部分を見ることができる。オーバーガッセが、 古来のゲッティウィンクと称された街道であり、市のウンター島和とオーバートアを結んでいる。街道筋は1693年の火災後にわずかに変化しているが、本質的には旧来のベルクシュトラーセそのままである。ノイエパスは古いネッカー川の川筋にあたる土地で15世紀まで沼地だった。現在では連邦道 B3 号線が古い支壁に沿って、 町を貫いて走っている。シュレスヒエンとノイガッセの間は、ウンターガッセの民家やナヤの背面が、死壁の名残を形作っている。ツビンゲンベルクには、ローダウクも含め81の保護記念物に指定された文化財がある。ツビンゲンベルクの全保護文化財リストは、リステデアクルトゥアデンクメイラーインツビンゲンベクを参照のこと。 この町は建築上あるいは歴史上大変に興味、深い木組建築を持つ、旧市街や山の境界、1420年にヨハンフォン、カッツェンイルンボーゲインから、ハンスフォン・バルデュルンに、白霊園として与えられた、城塞跡があり、観光の魅力に富んだ町である。アウル・ツビンゲンベルクの最高地点には、現在は、ユースホステルとして使われている、古い両方の基礎を利用して建てられた。 90分の1税倉庫がある。紙壁の円筒形の炭等はアウルだけが保存されている。これは、市の北東の炭櫓で、化粧塗りのない荒石作りの2階建て建築である。水木の遺構は、おそらくツビンゲンベルクで最も古い建造物である。1250年頃に、都市防衛施設として作られたものと考えられている。新丸区と広場は、17世紀の初めに、 かつての水木とそれを囲んでいた堀の跡に作られたものである。旧区裁判所は1561年から1563年に建設され、1989年に改修された。この建物は、もともとは、ヘッセンホーハクの狩りの城であった。1520年に建造されたシュレスヒエムは、1969年から市役所として利用されている。隣には、 古いレストラン、つむレーベンがある。この建物は1595年に建造をされた。両者はかつての死壁の外にある建物としては最も古いものである。市死定の向かいにショイヤーガスセがあり、二組のナヤが建っている。これらは火災の危険を避けるため死壁の外に建てられたもので、現在は主に住居、オフィス、飲食店として利用されている。 マルクト広場に面した旧薬局のボールとのある地下室は、紙壁の建設された時代に作られたものらしい。旧薬局は、後に、大公のカッツェンエルンボーゲン薬局と称した。この建物は1783年に建設された。旧区裁判所の地下室は、モービル劇場となっており、主に音楽、朗読、子供劇、舞踏、カバレットといった分野の演目が上演されている。 歴史的なショイヤーが癖にある郷土博物館には古い手工芸品や歴史資料の展示室がある。2005年に市民センター、ブンターレーベ内にユネスコゲオパークベルクシュトラーセオーデンバルトの花、岩、ワイン情報センターが設けられた。この情報センターは週末と申請のあった日に開館しておりツーリストインフォメーションもある。ツビンゲンベルクは 小さなブドウ栽培区であるヘシシェーベルクシュトラーセ、ブドウ栽培区の一部をなす。メリボックス山の斜面に、アウエルバヒャーロとツビンゲンベルガーシュタインエレル、ツビンゲンベルガーアルテブルクといった、ブドウ農園がある。北は、アルスバヒャーシェンタールへ連なってゆく。アウパラガスやイチゴの栽培が、ローダウ方面周辺の平地では行われている。ツビンゲンベルクの典型的な食事は、 力強い辛口のリースリング種のワインと柔らかいアスパラガス料理である。ありがとうございます。